どうも、こんにちは。こんばんは。おはようございます。ガジェットハルナ館長でございますよ。紹介するのはですね、こちら。さあ、佐藤さん。ほんとごめんなさい。<laughs> 佐藤さんごめんなさい。佐藤さんのね、動画見た数時間後には僕これ買ってました。今回紹介するのはこちら。ダイソー300円均一のモバイルバッテリーです。イエーイ。 はい。じゃあもう、早速ね、サクッと開けていきましょう。実はね、カラーリングもサ藤さんと同じになっちゃったんですよね。まあ、これは意図しなかったんですけど。はい。開けていきましょう。えー、裏はね、裏というか、テープで止まってますね。はい。よいしょ。よいしょ。はい。こんな感じに。よいしょ。なっていて、まずモバイルバッテリー、チャージャーのね、取り扱いでございます。で、いきますよ。せーの。 イエーイパフ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  <laughs> なんだよって感じで、えー。今回紹介するのはこちらですね。モバイルバッテリーになります。えー、バッテリー容量としては 2000mAh ですね。ただし、モバイルバッテリーっていうのは、えー、そのまま全部使えるわけではないので、だいたい7掛けして、えー、1400mAh ぐらい。まあ、もしかそれ以下ぐらいだと考えた方がいいと思います、まあ。実際そんなに使えてるっていう報告は聞かないんですけど。 なんか1 0 0 0 m a アちょっとぐらいしか使えないんじゃねっていう話も聞くんでなんですけどまあ、今回はね、これを手に入れたというお話ですね、えー、充電ね、ポートの出力ポートと、えー、充電ポートという感じになりますで、えー、っと、最大出力が、えー、1A5V1A で最大入力も 5V1A になります なんで私ですね、これを買ったかというとですと、えー、っと、まあちょっと理由がありまして、まあ、以前ね、紹介したこちら、えぇ、ー、ババのブルートゥースイヤホン、完全ワイヤレスイヤホンがあると思うんですけど、まだ、あ、これ充電のやつがないんですよね。まあ大型のね、モバイルバッテリーなら普通にあるんですけど、まあやっぱ小型のやつが欲しいなと思って、まあついでにね、こういう二股のマイクロ USB もね、まあ新たにもう一つ買ったんですけど、 もう含めてですね、やっぱりこう小型でなんか一つこう収まるものが欲しいなと思って、こちらを買ってみました。まあ一回ね、ちょっと充電してみましょうか。はい。えー、っと、今日はね、ちょっと急ぎ足でやらないと。充電すると、えー、こんな感じなランプに光ります。あんまりよくわかんないんですけど、えー、っと、どうなるんだ充電ランプ。えー、っと、LED ランプが赤色、青色に交互に点灯すると、 充電中満充電は青色に点灯ですって青色に常時点灯で LED はーいちょっと途切れちゃいましたねえー、っとやり直しですえー、ここねはいえー、パチッあらああなんかやばやばいやばいハンダしっかりしよ、これ刺せるえなんかグニュっていってる気がする あぐにゅってるよね。ぐにゅってるぐにゅってる。え、怖っ。いやいや、これ。これね、USB の立て付けが甘い気がする。あ、ずれてるじゃん。え、マジで言ってるこれ。ちょ、ちょ、待ってね。待って、ね。え ?USB の立て付けぐにゅってないこれ。ちょ、ちょ、待って待って待って,待って。一回、一回ちょっとやり直させて。 あ、戻った。あ、これめっちゃ甘いわ。これ、何が起こったのか。ありのままを話すぜ。えっと、これ USB のところがですね、もうガバガバで、なんかもうちゃんと固定されてなかったんですよ。まあ、今、分解したんですけど。で、全然固定も何もされてなかったんで、えっと、こう、周りをね、ホットボンドで固めました。はい。もうこれで、なんとか使えるんじゃねという、えー、そういうのがあるんですけど。 えー、全然でもガバガバでしたねちょっとやばかったほんとにこれで入るかなよしでえっとちょっと待ってね USB をちょっと使うとあちょっと浮いてんなここまあまあこれはしゃあねえあいい感じで収まってるいやねこれなんか多分個体差もあるのかなでも構造上の問題だと思うんですけどこれ一回なんか分解して あのー、多分ホットボンドかなんかで周り固めてあげないと固定できないですね。ちょっとこれお粗末だなこれはないなはい。じゃあ、充電できるか試してみます。火電流流れたら知らんはい。ああ、いいっすね充電できてる。うん。ここだけだな本当に。多分バッテリーの質としては、多分実質1400ミリぐらいしかないと。思いますけども。 えー、1100mAh しかないとは思いますけどもまあこういうね小型のものを充電するには本当にちょうどいいバッテリーだと思いますまあ一番ね Amazon で安くても800円ぐらいなんでパワーアップのなんかね 3500mAh があるんですけど、まあ、それよりはコスパ高いんじゃないでしょうかただこの電源というかこの USB だけはほんといただけない本当にあのこれね各自皆さんあの覚悟して買ってください ま僕だけが当たったのかもしれないですけどはいまあじゃあ今回はですね <laughs> まああのバッテリーがね本当にちゃんと1400ぐらい持つのかなっていうのが測ってないんですけど一応重放電はできますはい重放電はできるということになりますですけども立て付けが悪いんで、えー、本当にねこうホットボンドとかでくっつけるほかないと思いますはい えー、そこら辺もね、注意した上で、多分ダイソーのモバイルバッテリーは買う必要があるかとは思います。でも、マチでね、実質 1400mAh とか持つんだったらですね、えー、非常にこう安い、300円で、まあ、それぐらい出せるんだったら結構安いと思います。本当に緊急用のバッテリーとしてはいい感じかなとは思いますんで、えー、ぜひぜひですね、お買い求めになってはいかがかなと思います。本当にあの、あれね、えっと、ホットボンドだけね、気をつけていただければと。 思いますいやー、まあちょっとお粗末だったなまあでもこれから、えー、こいつの充電用とかに使っていきたいと思います、えー、今日はですね、えー、ダイソーモバイルバッテリー買って使ってみたの件でしたまた次回のパートでお会いしましょう春田でしたじゃあな